はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで KT10 さんからご依頼です。はい、モザイクですね。こちら一つです。で、明日発送の明後日着で手配いたします。よいしょ。ワンボックス 10パック。10パックの15枚。150枚ですね、カードね。ワンパックずつね、できます。で、ルーキーは左上にマークありますんで、そちら弾いておきます、ね。3分の1か4分の1ぐらいかなってイメージです、ルーキーは。結構出ますね。5枚出ましたよね。で、光物が2枚。アパメン君、あ、アパメン君いるんだ。フランスね。はい。で、ルーキーの光物。で、インサートが後ろに2枚。あ、アパメン君。代表なんだね。へぇ。これでね、この商品で代表になってるかどうか知るって。あ、サインだ。はい。誰だ ?SH。ジャック。あ、なんだっけな。お客様に、なんだっけ。カラーブラストを引いたんだ、PB で。そしたら、めっちゃいい選手ですっていう、ね、メールが来て。うん。期待の若手な方なんですよ。ガーリッシュっていうの、はい、グーリッシュ、ね、はい、サイン初めて見たかな。まあね、ああやってなんだっけ、カラーブラストとかにもラインナップされるぐらいですから、期待はっていうか、カード業界的にも、うん、いい若手という位置づけなんでしょうね、やっぱりね。合ってますちょっと分かんないですけど、はい、アカパラはシリアルありません。うん、サイン書いてんだ。プリズム、プレミアプリズムにサインいた？なんかあんまり見た記憶がなくて、これが初めてかな。アンドレ・シューバーさん、デブルイネ、まあまあ、これも光ってるんですけど、通常。なるほど。これからの選手が、ね、ちょっと多めかもしれないですけど、まあ、ありですよね。はい、ルーキー、ね、光ってます。それと、ベルナー、赤。ピアテックさんと、あ、青だ。シリアル、あ、ルーキーだ。あ、キーパー。さっき見たね。はい、こちら、青パラ99シリです。スロバキアのキーパー。99。だいたい箱1シリアルと、サインが出てくるような感じですね。シリアル2枚はまだ見てないですね。まあでも99、まあその299とか、199、399とかないです。見たことない、まだ。さすがにないんじゃないかなと思います。だから生産数もやっぱそれなりに絞ってる感じですね。セレクトよりは絞ってるんじゃないですかね。うん、セレクトはいっぱいこうね、シリアルとか出たけど、399とかね、あんまりこうあってもねっていう。ね、トレンドは今99シリからですから。はい、あと2パックです。グリーンウッドとパーティーとかね、こうレギュラーもいいですよ。あとカマビンガがいる。 RC ついてます、カマビンガ。それのシルバーとか、あ、クルロナのシルバー、おお、出ないですよ。箱を
箱シルバー4枚ぐらい、3、4枚ぐらいですよ。うん。はい。よいしょ。テラスト。いや、出ないっすよ。出ないっす、出ないっす。なかなか、赤間瓶が来た。シルツさん。南部くん？マナブくん？はい。バブ。バブさんっていうのかな。はい、となりました。クリロナのシルバーやばいっすね、これ。普通に考えて200はいくよね。そのくらいつきますよ。出ない。はい、ってことでサインとパラレルクリロナシルバーですね。はい、じゃあポーカーね、一回やります。右お客様です。3回押します。1、2、3。ノーハンドですね。はい、ということでこちらで梱包した明日発送いたします。はい、ありがとうございました。